これはムサドワーフオリノコで、山に植えておいた苗のボカブがこれなんですね。そしてこの辺から2本の子株を切り分けて、山でポット植えしたものを地中半植えして、残りはそのままにしておいたんですね。それでこれとこれが育ってきまして、あとここにもう一本地上小株になるのが出てきていますね。おそらくあと、まあこういう地中水明生成の証みたいなものがあるところを見ると、もう 1,2 個出すかもしれませんが、現状ではっきりしているのはこの2本とこれですね。3本の苗は育てられると思うんです。この芋ごとですね、こう押してみても結構硬いですから、地中に植えておけばこれらが成長するまでは多少保持している養分を子供たちに、子苗たちに提供すると思うんです。まあ、これを不織布ポットにこのまま埋め込んで発送しますので、ポットから取り出すなり、あるいはポットのまま地中に繁栄するなりして、本年これら2本の苗とこれがプラス成長をだいぶ遂げるまで、この芋はそのままにしておいたらいいと思うんです。ただこのまま鉢植えした場合にはですね、この役目を終えたボカブが腐敗していく時期にはアリが寄りつく可能性がありますから、鉢植えする人は時々アリが巣を作らないかどうかよく観察なさってみてください。これは不意ではなく、厳しい冬の後ですね、ストレス、ダメージを受けると、ムサドワーフナンアワは世代交代苗、あるいは子株にこのような、私は交際斑と呼んでいますが、光の綾の符、交際斑が出ますが、これらはほとんど固定されずに成長するにつれて消えていきますから、この手のものを私は不意にバナナとは見なしていません。まあ幼少期の一時の交際斑、一過性の交際斑だと見なしてください。将来的に立派なムサドワーフナンアワの苗にはなりますから、特にこの2本、目立つ2本ですね、これは価値があると思いますね。このムサドワーフナンアワを最近新たに策定した口径20センチメートル強と高さが折り曲げなければ40センチメートルぐらいある通根、根を通すタイプのルートラップポットに、これはよく見ますと、この目立つ子株も、それからこれから成長するこの小さな苗もですね、土がある程度ついてますので、重くならないようにこのままこのルートラップポットに入れて、そしてくるむだけにして送ります。
娯楽殺まで芋が乾燥することのないように水管理はしておきますから、お受け取りにあった方はすぐこのルートラップポットにお好きな用土を入れて、この芋苗を埋め込んでください。それを土中に搬植することもできますし、一定の期間が経ったらお好きな大きな鉢にそのまま丸ごと植え込んでもらって結構です。